You are listening to Ricky's Podcast College. It's brought to you by DJ Ricky がお届けいたします。Good morning! ポッドキャスト大学の DJ リッキーです。この番組はポッドキャストのことを勉強できるポッドキャスト番組をお届けしております。ポッドキャスターに関係する最新のテック情報や機材レビュー、海外情報、ライフハック情報を Apple Podcast、Spotify をキーステーションにマルチ配信でお届けしております。今日のトピックはこちら。ダイナミックマイクとコンデンサーマイクの音質の違いを実際の音で比較していきましょう。はい、今日の放送はですね、USB マイクを持っているけれども、これからもう一個新しいマイクを買いたい、その時にダイナミックマイクにしようか、コンデンサーマイクにしようか迷っている方いらっしゃるんじゃないかなというふうに、思います。そういった方のためにですね、ダイナミックマイクはこんな音がしますよ、コンデンサーマイクはこんな音がしますよということをですね、実際この耳で聞きながら体験していただきたいなと思います。ところでリスナーの皆さん、このマイクはどっちだと思いますでしょうか？ダイナミックマイクか、コンデンサーマイクか。正解はコンデンサーマイクでした。はい、ということで多分大抵の方が当たってるんじゃないかなと思います。この、今の収録環境に関しましては、ロードの NT1 第5世代のコンデンサーマイクを使いまして、ロードキャスタープロ2につないでですね、そしてマイクアームをつないで今収録してお届けしております。実際今この部屋ですね、部屋にちょっとしたこう吸音材なんかを入れて、そういった環境でコンプレッサーとか、あとディエッサーとか、あとノイズゲートとかかけながら収録させてもらっております。スタジオでは収録しております。本当に自宅の家で収録してこの音を実現しています。はい。ではですね、ここからダイナミックマイクに切り替えていきたいと思いますが、ダイナミックマイク、今ですね、ちょっと持ってるのが少なくて、エレクトロボイスの RE20 っていうやつか、Audio-Technica の AE4100 っていうダイナミックマイクですね。これ、ハンド型のダイナミックマイクなんですけども、ちょっと機材が足りないんですが、Audio-Technica の AE4100 に切り替えていきたいと思います。このマイク、実は、東京のラジオ番組の J-Wave のスタジオで入っているマイクとして紹介されていました。はい。では、ちょっと切り替えていきましょう。はい。皆さん、こんにちは。いかがでしょうか？ J-Wave で使っているこの、ダイナミックマイク。多分、J-Wave の方は全然コンプレッサーとかね、マイクプリアンプが全然違いますので、もっと音質は聞きやすいかなと思います。これ今使っているのがロードキャスタープロ2につなぎまして、だいたいレベルは53デシベルのところでつないで、ちょっとマイクプリセットをですね、自分の声質に合わせていじった状況で、いい感じにチューニングした音になってきています。はい、音質いかがでしょうか？音質いかがでしょうか？まあ、若干ちょっとなんかこうこもったような感じもするんですけども、ダイナミックマイクもね、なんか悪くないかなと思っています。はい、いかがでしょうか？いかがでしょうか？ちょっとね、やっぱりこう硬い感じはありますよね。硬い感じというか、あとはなんかこうこもったような感じがあったりしますし、低音の方はね、割としっかり入っているんじゃないかなというふうに思います。今ちょっとあえて低音下げ気味にしてますけども、低音ちょっとこう入れていくと、まあこんな感じですね。低音あえて今こう、肺発フィルターというのをオフにしてみましたが、こんな感じに、することができています。今低音ガーッと入りましたけど、ちょっとあえて、下の方は削って、下のね、なんていうかね、周波数の 100Hz から下の方は滑らかにこう削るようにね、今私のこの設定ではさせてもらっています。はい、音質いかがでしょうか？もう一回ちょっと、もう一回入れちゃう。はい、音質いかがでしょうか？音質いかがでしょうか？これね、Audio-Technica の A4100 なんで、まあ、価格としては1万8000円から2万円で、買えるダイナミックにマイクになっています。これは結構フラットで使いやすくてね、たまに使ってるんですよね。今はね、マイクアームですね、マイクスタンドにつけずに手持ちで、多分斜め45度ぐらいの角度から狙ってですね、話をしています。はい。でですね、多分ダイナミックマイク、他にいいのないんですかって言われると思うんですが、おすすめのマイクはやっぱりね、ポッドキャスター向けだったら、やっぱりね、このShureの SM7B とか、新しく出た SM7db、この辺いいですね。私もギターセンターというですね、ロサンゼルスのとかに郊外にもあるギターセンターというですね、楽器屋さんに行って結構 SM7B とか聞いたりとか、あとは他の楽器店の、YouTube のブログ、レビュー記事とかね、でいろいろ試したりしてるんですけど、やっぱりね、この SM7dB、SM7B の低音のマディっていうか、なんですかね、こうグッとくる感じがね、やっぱ違いますね。はい。SM7B、試したことない方、ぜひYouTube の、方に、アップされている記事が、スイートウォーターというですね、会社がまとめている記事の中に、YouTube があって、YouTube に、ごめんなさい、スイートウォーターが YouTube をやっていて、そこにレビューの、音質が上がっててですね、このリッキーブログにまとめておりますので、この、概要欄の方にリンク貼っていくので、もしよろしければ SM7B 気になる方はチェックしてみていただきたいなと思います。あとは MV7 とかもね、Shure の MV7 もいいですよね。うん。で、個人的にはロードのポッドマイク、これはすごく好きで使ってました。今も社内ラジオで使ってます。今ね、私はちょっとポッドマイク、アメリカに来ちゃったんで持ってないんですけども、ポッドマイク USB っていうのもありまして、これなんかね、結構アメリカのクリエイターは、ロードのポッドマイク USB は一応したっていう感じですね。レビューしている方、非常に多いですね。はい。だいたい日本円だと今3万円ぐらいします。三遊基地なんでね、なかなか手が出せないですけど、はい。こういうマイクが一応ありますというご紹介でした。はい。で、今、ダイナミックマイクで話してますけども、ダイナミックマイクのいいところは、やっぱり持ちですよね。頑丈であるとか、湿気とかにも強いのかな。湿気とかにも強いし、何せね、やっぱね、なんだろう、このダイナミックマイクはね、電源がいらないっていう形になります。で、電源もいらないし、周りの音を拾いづらいっていうところがあります。ですので、例えば皆さんの利用シーンで言えば、カラオケとか、あとは、なんかね、ライブのパフォーマンスとかの楽器の収録とか、ボーカルとか楽器の収録とか、そういったところに使われていることがあります。この私、ロサンゼルスでもですね、ちょっとしたライブハウス行ってみましたが、やっぱりね、Shureの SM7B、ボロボロになったダイナミックマイク、Shureの SM7B ですね。SM5% がボロボロになってて、ライブハウス用として使われてましたね。そんな感じでですね、この部屋撮りとかライブとか、そういったシーンで使えると。で、なるべくこうなんかね、部屋とか、なんですかね、あんまりこうトリートメントといって、吸音材とか入れてなくても、使えるし、手軽にね、電源なしで、入るしっていうところで、ダイナミックマイクのメリットが ありますね。じゃあもう一回、コンデンサーマイクに切り替わっていきましょう。はい。コンデンサーマイクに切り替わっていくと、こんな感じです。はい、ただいまコンデンサーマイクに切り替わりました。聞いていただけると分かると思うんですけど、すごく明瞭感が増したような感じだったりとか、あとは高音がぐーっとね、なんかこう綺麗な感じになったりとかしていますよね。うん。で、コンデンサーマイクの場合はですね、やっぱりこうボーカル取りとかナレーションとか、スタジオ向きと言われています。もちろんですね、コンデンサーマイクでもライブ向きのコンデンサーマイクもあったりしますけれども、基本的には、スタジオとかこう、ねそういったこうちゃんとした場所で、綺麗にボーカルを取るとか、綺麗にナレーションを取るとか、そんなニーズで使われております。はい。で、ポッドキャスターの方が、家のね、収録環境をちょっと良くして、例えばね、吸音材とか、ちょっとしてね、こう、なんか反響がしないような工夫をした後に、部屋で、このね、マイクアーム、マイクスタンドにつけて収録するっていうこともありですね。今まさにこの私は、そういうちょっとした、こう、ちょっと毛が生えたような吸音材をつけて、収録しているという環境なので、使えなくはないかなと思います。ただしね、これ何もないとね、例えば反響したりとか、うわんわ言ったりとか、こう、ちょっとしたね、こう、机にね、手が当たったりとかするとね、なんかね、こうガーって入っちゃう、音が入っちゃったりとか、まあ、結構繊細なんですよね。繊細だからこそやっぱりこう、ね、スタジオとかでちゃんと撮るっていう感じに使っている方が多いんじゃないかなと思いますけども、コンデンサーマイクの場合、技術的にはファンタム電源が必要になります。48V の電源を通して、ここで収録させてもらっています。で、おすすめのコンデンサーマイク、例えばお手頃なところであれば、Audio-Technica の AT2020。これはね、バカ売りしてますね。この前 AT2020 で配信してる方とちょっと話したんですけど、やっぱすごく綺麗ですね。コスパが良くて、音も良くて、っていう感じで結構気に入って使ってる方多いかなと思います。AT2035 を私は持ってますけども、やっぱね、なんか、コスパがいいですよね。なんか、聞いた瞬間に、あ、AT2020 だみたいなね、なんかそういうこうね、結構持ってる人が多いんでね、聞くとわかるっていう感じですね。はい、ちょっとこれニッチなんですけど、あとは今使ってるこのロードの NT1 の第5世代も、これもね、なかなか素敵ですよ。うん。何がいいかっていうとね、ショックマウントとか、まあ、マイクを支えるケースとか、あとはケーブルとか、スポンジはないか。スポンジはなかったけど、ポップフィルターとかもね、ついてきたりとかして、まあ、それなりのお値段なんですけども、だいたいね、今安くなって、確か2万いくらだったかな。忘れちゃった。2万7000円くらいだったと思うんですよ、日本円で。ちょっと覚えてなくてすいません。そんな感じで、ね、もうオールインワンですごくいい音で使えるというね、そういうマイクになってきています。あとは、まあ、女性ボーカル、高音が抜ける感じだったら、β87A とかもね、すごく使いやすいですよね。Shureの β87A。このマイクもね、3万円ぐらいしてハンド型っていうか、手に持つタイプなんですけども、まあ、なかなかいいですが、ちょっと癖があるかなという感じはしていますが、スーパーカーディオイドなので、周りの音をギュッとね、こう、拾わなくなってる仕様になっています。はい。で、最初ね、私はね、ダイナミックマイクから入ってたんですよね。ダイナミックマイクの方がいいかなと思って入ってたんだけど、やっぱコンデンサーマイクの方がね、すごく綺麗っていうか、なんかいいなと思って、最近はコンデンサーマイクすごく愛用して使っています。次マイク買うとしたらまたコンデンサーかなっていう感じがしますが、皆さんのおすすめのマイク、教えていただきたいなと思います。ポッドキャスターの方が、やっぱ卓録で撮るんであればですね、ダイナミックマイクでいいかなと思いますね。で、やっぱこう、ちょっとしたこう環境が揃っているのであれば、コンデンサーマイクでもいいかなとも思います。まあ、最終的にはね、好みの問題ですし、コンデンサーマイクを買ってちょっと部屋なりっていうか、反響が入っていたとしても、一つ前のエピソードで紹介しました RX10 のスタンダード版とかで、リバーブを反響をね、ちょっと除去してあげるっていうこともできなくはありません。そんな感じでですね、音の処理はできるんですが、まあ、ちょっとこうね、特徴の違いがあるということを今日はご紹介でございました。はい。ではもう一回ダイナミックマイクに移っていきましょう。さあ、ダイナミックマイク、Audio-Technica AT4100 でお届けさせていただいております。はい、いかがでしょうか、いかがでしょうか。マイクスポンジとかもね、ウィンドシェルターも使えずに今、収録しています。まあ、こんな感じの音の違いがあるということですけども、まあ、SM7B とか、ロードポッドマイク USB とかの方がもっともっといい音なので、ごめんなさい、Audio-Technicaさん。ぜひ、そういったレビューの動画をですね、聞いていただければなと思います。今日はダイナミックマイクとコンデンサーマイクの音質の違いというテーマでニッチにお届けさせていただきました。これからマイク買いたいという方の参考情報になれば非常に嬉しいです。今日のポッドキャストはいかがでしたでしょうか。リッキーの X では毎日ポッドキャスト情報やライフハック、ガジェットに関する情報を発信しております。番組の感想は専用メールもしくは専用フォームから新着を聞き逃さないようにするには無料サービス比べにあなたの朝時間にポッドキャスト情報をサクッと一つアップデートしていきますよ。Thank you very much for joining Ricky's Podcast Courage. This podcast has been brought to you by DJ Ricky がお届けしました。Have a wonderful and fruitful day. Don't forget your smile. 素敵な一日をお過ごしください。バイバイ。This podcast has been brought to you by DJ Ricky.